無機記号は古代ギリシア語の表記に用いられる。ギリシア文字のダイアクリティカルマークで、主に五島の母音の前に H がないことを表す。逆に H があることを表す記号を有機記号と呼ぶ。無機記号と有機記号をまとめて規則記号と呼ぶ。ギリシア語ヨニア方言には H 音がなかったため、本来この音を表していた字が母音を表すために流用されていた。 紀元前5世紀頃からギリシアではイオニア式アルファベットが標準として普及した。アッティカ方言を含めて多くの方言には H 音が残っていたが文字がないために表記することができなかった。後にアレクサンドリアの文法化はの左半分を取った記号を文字の上に書くことで H があることをこの記号を左右逆にしたを書くことで H がないことを示すようになった。前者が変化して有機記号を、後者が無機記号に発達した。当初は H の有無によって意味の変わる場合にのみ区別するために使われた。ギリシア語のダイアクリティカルマークの使用は時代とともに使われる頻度が高くなり、ビサンチン時代の800年以降になって常に記されるようになった。古島の母音の他に老を重ねた老老は ビサンチン時代にのように書かれることがあった。現代のギリシア語には H 音は存在しないにもかかわらず、1970年代までは時代錯誤的に規則記号が書かれていたが、トノス以外を書かない書き方が1976年から普及し、1982年には公式に認められた。連続する2語が宿約によって融合して1語になるとき、 融合によって生じた母音に、無機記号と同じ形の記号が加えられる。これをコローニスと呼ぶ。コローニスは、語中に出現するため、原則として語頭に置かれる、無機記号とは、区別できる。例、アッティカ方言、ガンマミューアルファイオタガンマ、ミューアルファイオタ。ありがとうございます。